皆さんおはようございます。おはようございます。何してるんですか？犬その犬は一体何ですか？これはですね、私たち仮面女子をいつも支えてくれているスタッフのくま先生のくまさんの、お誕生パーティーの小道具を作っております。くま先生の愛犬アロくんなんですよね。はい、かわいい。あのそれに合わせて私たちも白いファッションを今日はみんなしてきております。ドレスコード、ドレスコード白でアロくんのインスタ見てね。めっちゃかわいい。白フォローすべき。インフルエンサーだから。でもちょっと聞いてほしいんです、はい、あの白服普段着ないんで色違いの着物なんですけど、今日色違いいつも黒だから、黒だから自転車で、ね、駅まで行ったらスカート全部引っ掛けて、うわー、エッチ、ちょっと、あ、これで動画が少し伸びるな。今何時ですか？ただ11時、まだ13時、あと40分ぐらいで来ませんが、で今日ね、入り時間の連絡わざとね。ああ、そう。ノノアちゃんが1時間、ライブの1時間前にっていう嘘をついて、はい、私たちはね、本当は13時に今集合してるんですけれども、14時になったらこの部屋に連れてきてもらうということで、はい、うわー、楽しみー。58分、やばい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 。ありがとう、しりちゃん。ありがとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。緊張する、緊張する。くま先生、お誕生日おめでとうございます。
こういっぱい仮面女子のことでも個人のことでもたくさん相談してしまって困らせてしまうかもしれないんですけど、もうたくさん本当にもう熊先生にしか頼れないというか、もう本当に熊先生がいてくれてよかったなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。ありがとう、まおちゃん。熊先生お誕生日おめでとうございます。熊先生が来てくださって、すごく仮面女子が変わった気がします。ありがとうございます。熊先生お誕生日おめでとうございます。ちょっとモーピと似てるんですけど、仮面女子のことでも個人のことでもなんかたくさん最近もう甘えすぎてしまって申し訳ないんですけど、もう熊先生なしでは生きていけないので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にサプライズ上手ですね、仮面女子。